どうも兄さん所属の前本圭介です。予告していた通り、冒険の準備が整ったので冒険のね、方を録画して動画として出したいと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、まずは、トーレス山脈の方に行きたいと思っております。使うモンスターは引き続きカイパンこと、北島となっております。よろしくお願いいたします。一応ね準備の方進めまして、力300ライフ500弱で賢さがだいたい600までは上げれたのでおそらくなんだっけ万能ノリとか大きな足跡とかは取れるぐらいに育ったんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。今こんな感じですね。はい。力、287なんで1回まあここでトレーニングする必要があるんですけども、まあ現在ピークに入ってるので正直冒険に出すにはもったいないステータスとなっております。どうだ13上がればちょうどいい。上がらないというね。まあいいでしょう。よしね。餌をあげて2月1週目にはね、人気50、でランクが B 以上になってればこの鼻のでかいおじさんが来てくれるので、冒険に出したいと思います。で今回最優先で狙いたいのは一応ジールかなって感じしてるのでまずはジール像まで行きたいなと思っております。ただジール像遠いんでね、ジール像を狙ってからまあ余ったので万能のりかなって感じですね。よしこっちかな。よしまずはこっちに走っていくで、ここが近道になってるのでここ本当はねこのね今この左に見えてる穴とかが割と金策にいいので寄りたいところではあるんだけど寄らない寄れない。で上行くでこっち行くでここは上かな。どこ、ああここ関係ない。こっちですね。でこっちこっちこっちでこっちでこっちかな。すげえ遠いんだよねジールのとこ。まあジールがね結構俺の中で好きなモンスターなんで育てたいなってところがあるのでね頑張りたいです。350だいたい200くらい残していけばな。はい OK いいね北島。よしこれジール像ですね。行きましょう。チャンスが何回あるか。まあ賢さ600あるんで置いてありさえすれば割とチャンスあると思います。どうだお一発目どうだ。円盤石ロードランだな。いやまあ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 正直600あってもね割とミスります。おいいね。お来たよっしゃこれが大きな足跡っていうアイテムで、これを持った状態で、修行地の雪山があるんですけども、そこで、ビッグハンドっていうモンスターがいるんですけども、そのモンスターに勝つと、ジール族の、合体アイテムが解放になります。確か。非常にめんどくさいし、ビッグハンド普通に強いので、割と難しいです。でこのジール像だと、まだね銀の塊とかが手に入る可能性があるのでちょっともうちょっと粘ります。行きましょう。惜しいね。銀の塊来てくれないか。まあ金策がねメインになってくるんでね正直。どよし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 銀の塊来い。あま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 あノーで
273、まだあるね、まだ全然チャンスあるな。じゃあ一回戻りましょう。さっき来た道をずっと戻りますね。こんな感じで、よし。いやマジで順調だよ正直。ワンチャンあの金の塊とかを粘る時間があるかもしれない。いいよ、ういうい。ここはこっちかな。で下行く、まんま戻ってった方が早いよね確か。うん、雪山はね遠いんだよね一つ一つが。よし、いいね。でこっちかな。でまあ配信でも行った場所なんですけど、ここに入っていくと、まあワンチャン万能乗りがあると。さあ万能乗りも手に入れたい。はい、頼む。どうだ、ずいぶん、あー落ち着いていこう。北島頼むぞ、北島頼む、北島北島来た。おお、ずいぶん遠回りしたなお前。超気持ちいい。でもどう、あーまあまあまあ、うん、まだまだチャンスあるから諦めずにいこう。いいよ北島、北島頼むよ。はい、どう、お北島どう、オッケー、いいよ、どう、おっきたーい、しょこれはもういいんじゃないですか帰ってお下げじゃない。よし、これで条件は2つ。あ、アイテムを持ってません。じゃあ食べかけの実をね捨てて、これでノーで、あまあまあ131なら。本当はトレース山脈が一番金稼げる場所なんで、本当はね金の塊とか粘りたいところではあるんですけど、そうだなあ、ともうちょっといけるのかな。まあ無理か、うん、帰ろう、うん、うん、十分でしょう。よし、終了。さあ円盤石のかけら、大きな足跡、万能海苔で夏味噌、円盤石のかけら大大成功ですよ。あ、ありがとう、ありがとうございます。大成功、はてな、いや大成功よ。まあ冒険はこんな感じでね、金策半分でいくのがちょうどいいんで、うん、本当はねピークのモンスター持ってくべきじゃないんですけど、まあこの子は半育成用というかそういう感じなんで、ねこんな感じ。まあまあまあでも十分です、よくやってくれました。でできればこのモンスターでジールとかも解放したいんで、そうだな、 S ランク相当のねステータスにしたいなと思ってます。まあ正直さっき言ったようにビッグハンドがめちゃくちゃ強いんで、まあどうなることやらって感じで、まあとりあえずセーブして、終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また探検の時には動画撮りますのでよろしくお願いいたします。以上、前本圭介でした。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。